はい、こんにちは。えー、2020年6月10日、連続講座生物遺伝子ウイルス免疫医療第24回です。今日はヒトゲノムの3回目ということで、ヒトの遺伝子発現の下流について見てみたいと思います。私は講師を務めます、船橋市議で予備校講師の朝倉と申します。市議としての新型コロナウイルス対応関係の発信は、朝倉未来ある公式サイトに載せてありますので、どうぞご覧ください。さてえっと 今、まあ、船橋では、えー、7人、6月になって7人の発生ということで、これも警戒しなきゃいけないんですが、同時にマスクの着用が熱中症の危険を増すということも分かってきておりますので、この厚生労働省の新しい生活様式における熱中症予防コードのポイントで、 マスクについては人と距離が離れた時にはぜひ外,外した方がいいと、それから強い運動の時にはあの気をつけなさい、気をつけた方がいいということ書いてありますので、ぜひお読みください。さて、本講座はこういう5つの留意点でやってまいります。そして、えっと、このヒトゲノムの今週の,あの中では、ヒトゲノムの構造について、いろいろな角度から扱っております。で、ヒトゲノムの中の遺伝子領域ですね。 この遺伝子領域が、えっと、50キロベースの長さと。で、こちらが非遺伝子領域が、まあ、100の長さ、100キロベースの長さがあって、まあ、それぞれの特徴について、今日、昨日、今日は、この遺伝子領域の話をしていきたいと思います。で、そうすると明日以降の非遺伝子領域の話もわかりやすくなると思いますので。それでは、えっと、これが、 人の遺伝子発現の基本図です。もう一回確認をしますと、えっと、外から何らかの刺激が細胞に対してくると、それをアンテナであるレセプターアンテナが受け止めて、その情報が人の、えーまあ、核の中に入ってきて DNA のところに調節タンパクトで差し付いて、基本転写因子と合わせてスイッチオンになると。でこのスイッチオンになったところに、 この RNA、ポリメラーゼというやつが、えー、接近してきて、ここに貼り付いてコピーをすると、DNA の片側をコピーする。で、それでできたメッセンジャー RNA を昨日言ったようにスプライジング、ちょっと短めにして、それがリボゾーム、うん、まあ、細胞質に出てきて、リボゾームでタンパク質のアミノ酸配列に翻訳されると、ここのですね。で、本日はこ、こ、この、特に細胞質に出てきた以降の流れを、えー、やっていきたいと思います。ただ、 えっとその前に、昨日やったこのスプライシングのことに関して、えー、ちょっとあの昨日言っといた方が良かった内容で、面白い内容、非常に興味深い内容がありますので、それを最初に説明しておきます。えっと実は、あのこれは免疫、人の免疫ということに関係するんですが、私たちの免疫細胞である B リンパ球は、実は、えー この抗,体抗原という,こう外部から入ってきたものに対する槍のように串刺しをして、えーまあえー、串刺しをするような構造を持っているんですね。抗体。聞いたことがあると思います。でその抗体は、普段はこの B リンパ球の細胞膜に結合する形で、えー、こう埋め込まれているんですねで。ここの、ここに疎水性と書いてあると思うんですが、えっと この細胞膜があのリン脂質でできている油でできているつまり水をはじく性質があるのでその脂質の油の膜になじむように疎水性で作ってあるんですねところがこれ面白いことにこの免疫細胞が活性化されたときに、えーまあ、実は分泌型なんですね、あの抗体がで分泌型になるとここがあの膜さっき根元のところが疎水性から浸水性に切り替わると。 で浸水性に切り替わると、これ、油の膜ですので、油と水がはじくのでえ、飛び出ていってで、飛び出ていって、その、えー、と血中にあるような抗原にこう槍のように口差しをしてくれるわけですね。ということで、ふ、まあ、普段は不活性状態では膜の中に膜結合型にいて、それが分泌型になると、えー、それが、えー、こ,うここの根元が変わって、 外に飛び出ていいくという性質がありますこれで私たちは病気などに対して、まあ、ウイルスも含む疾病に対してこれで対抗しているわけですが、それが、えー、昨日説明した、その、えー、スプライシングも含む理論で説明できるんですね。で、これは何かというと、えっと、あの、エクソン、イントロン、エクソン、イントロンというのがあります。で、まあ、 えーまあ、エクソン・イントロンというのがあって、このイントロンのところに、まあ、CSTF という切断、えー、促進因子というのがありまして、これで、えーまあ、ちょっとこれ、正確にはこう,こうなんですけどね、ここの位置です。イントロンのところにあの切られる、えー、この因子で切られる、まあ、ハサミです。これ、ハサミで切られる場所がある。ただ こっちの方が切られやすい。ちょっと大きな写に書いてあるのは、切られやすいということです。さて、実は、えっ、ー、と、まだ不活性の状態では、この CSTF というハサミが少ないんですね。で、ハサミが少ないと、切られやすいところで切られるので、ここで切られます。で、そうすると、ここで切られて、エクソン、イントロン、エクソンの続きになるので、このイントロンの部分,分がスプライシングされまして、エクソンが繋ぎ合わされて、ここに、えー、まあ、 停止コドンですす。ね、がまそうすると、ここからここまでがアミノ酸を読められて、こういうアミノ酸が出てくる、ちょうどここの配列が疎水性の配列になっているんですね。えところが、えっと、活性化されると、実はこの CSTF というハサミがいっぱい出てくるんですねで。いっぱい出てくると、ここも実はたくさんのハサミがあると切れる場所なんです。でそうすると、ここが切れます。 あの最初の方で切れますので、結局短い断片になります。でそうすると、イントロンはこの、ここの最初のところと最後のところに AUGC 速という、えー、ある暗号があると切り出されるのでこれ、ここで切られると後半の暗号がなくなりますから、切られないんですね。で切られないと、そのまま、えー、とスプライシングがこの部分では起こらずに、そのままずっと読まれる形になります。でそうすると、ここら辺に終止コドンが出てきて、 さっきの読み方とは別の読み方になります。で、そうすると効果浸水性になるということで、えっと、この遺伝子の切り出し方の違いで、え、できる、あの、アミノ酸配列の最後の部分が変わってくるということで、これがうまくスイッチをされてるんですね。というような仕組みがあります。それでは、えー、まあ、昨日のスプライシングの話では、スプライシングをする粒子というのは、RNA が、あの、実は、 手助けををししていいいるととうことを言いましたそれでは、えっと、実は本日の中身は、この後半の部分に入っていくんですが、ここら辺ですね、この後半の部分に入っていくんですが、えっと、ここのトランスファー RNA も RNA なんですね。RNA の一種です。 で実はここのリボソームというのもこれから言いますように RNA でできているものなんです。RNA とタンパクでできているものです。だから意外に、えー、と今日の細胞質の外の話でも RNA が活躍しているんですね。それでは、えー、とちょっと RNA がそれぞれど,どういう素材でできているか、どういう形でできているかちょっと確認しておきますと、核の中に、核小体というさらに、あの核の中にさらにこうちょっと色が違う部分があるんですね。これ、核小体と言います。 核小体で、あのこれ、まあ、これ2本差は DNA です。DNA をあのコピーをして、えー、RNA を作って、長めの RNA を作って、それを分断して、これ、18S とか 5.8S とか 28S の長さだと考えて、ちょっと、えー、それぞれの長さに断片化した上でえで、ー、それの部品と、それから細胞質のリボソームで作ったタンパクを合わせて、実はこのリボソームというダルマ産型の粒も、 RNA と、それからタンパクの複合体なんですね。ということでこう、こういうふうに作る。で、こっち側にもう一つの小,あの小サブユニットという、ちょっとちっちゃめのだ,だるまのもう一方があるんですけど、これも作ると。で、これを外に、細胞質に輸出していって、それを後で合体してリボソーム作るんですね。で、リボソーム自身も RNA を、この赤い部分が RNA ですから、RNA も組んでる。それから、えー、これから運び屋として出てくるト,トランスファ RNA も、 RNA の一種ですね。このトランスワー RNA とも RNA の一種です。ということで、RNA が結構核の中で、メッセンジャー RNA、タンパク質を作る RNA 以外にもさまざま作られているということが分かりました。さて、人など真核生物の RNA 合成酵素の種類を調べてみると、実はこれが主役ですね。あのこれが昨日まで言った、えー、タンパクの情報を指定している RNA の主役でありますけど、実はそれ以外にも、2型の ポーリメラーゼの他にも1型とと型型ががあることが分かってきたで1型はこうリボソームの原料の RNA、リボソームの原料の RNA、そして3型はトランスファー RNA という運び屋の RNA ですね。ということがありまして結構 DNA は、えー、とこの最終的にタンパクを作るための途中過程の情報を持っているメッセンジャー RNA だけではなくて、えー、そのリボソームの原料の RNA や それから、あのー、まあ、運搬役の RNA や、それからちょっと他にもいろんな細かい RNA を結構作ってるんですね。これ、タンパクにならないけど、RNA 自体でこうやって働いてるんです。さて、えー、それでは、あの主役の一つである、トランスパー RNA という、まあ、これは元の図に戻ると、ここですね。この、えっと、メッセンジャー RNA に貼り付いて、 アミノ酸を連れてくるトラックのような役割しているトランスファー RNA について、ちょっと見てみますと、こういうクローバー型の構造をしています。クローバー型こ、この形ですね。で、これ RNA で1本差なんですけど、5ダッシュ、3ダッシュ、ここがこういう風になっていて、まあ、クローバーみたいな形をしている形です。で、こういう風なところは、実はそれぞれ塩基が、あの、 接近して対面する双方性を持っているところになりますこれをステム構造っていってます。で、ここはぐるっと回る構造、ループ構造っていってます。ステムループ構造を取っていまして、クローバー型をしてます。で、ここの、ここのところがアンチコドンという、あのーまあ、実はメッセンジャー RNA に貼、えー、り付く情報を持った部分になりまして、こっちにグルタミン、こはグルタミン酸ですけどあの、アミノ酸を持つということで、こっちで貼り付いて、こっちでアミノ酸を連れてくるという働きをします。 で実は、えっと、このトランスファーレネ a トいトラックとそれからあのアミノ酸というものを載せるために働いているこういう、まあ、酵素もありまして載せた上えでリボソームに接近していって貼り付いて載、えーまあ、せていくんですね。さて、それで、えっと リボソームに貼、えー、り付いてきたら、どんな形になるかというのをちょっと,、えー、と見ておきたいと思うんですけど、リボソームというのはこの、まあ、この図では緑で表現した粒です。さっき言ったように、大サブユニットと小サブユニットというのがあって、ダルマさんがくつっつといるような形をしていると。でこれを、えー、と5メッセンジャーレーンの5ダッシュか3ダッシュ方向に、このリボソームがこういうふうに、こっちに進んで、こういうふうに進んで、読み取っていくんですね。で読み取っていく構造では、 それぞれ、えっと、A サイト、ここですね。A サイト、P サイト、E サイトという3つの場所に、この大サブユニットと小サブユニットに挟み込んで、3円記号と読み取るサイトがあります。で、これは、青先頭に PE が続きますので、まあ、アペとアペ、 アペと押さえていただくと、アペの順,順に進んでいくんですねアペ、アペ。で、A サイトは何かというと、A はアミノ酸のことです、アミノ酸。新しいアミノ酸が連れてくるサイト。で、P サイトというのは、えー、ペプチジルサイトということで、ペプチド結合、すでにいくつか結合したあの鎖が載っている部分になります。 そして、イータのエグジットで出口、まあ、離れるということでありまして、何が起こるかというと、えー、今、ここに A サイトのところに新しいアミノ酸、アスパラギンというのが貼り付いてきまして、そうすると、すでに作られたこの4つのポリペプチドがありますけど、こことここがペプチド結合して、今まで4つだったところが1個加わって5つになるんですねで。5つにここが結合したら1つずれるんです。こっちに前進します。 でそうすると、今まで A サイトだったところが、今度 P サイトになります。1つずれたので。でそうすると、今まで4個でペプチジルだったところが、今度5個になって、アスパラギンまで含んで、新しいペプチジルサイトになりますね。でそこに今度、ここに新しいシステインというアミノ酸がくっついてきて、えっと、またつながっていくんですね。という形で、どんどん進めば進むほど、アミノ酸の鎖が暗号、 のようにに正確に出てくるで、その暗号はここにメッセンジャーレネのえ暗号とちょうど双方的な暗号を持つアンチコドンを持つ UUA トランスファーレネだったらアスパラギンを持ちますとえ ACC トランス UGG トランスファーレネだったらトレオニンを持ちますという対応関係が決まってましてえ次々に具体的にあのアミノ酸の鎖ができていくんですねさてじゃあえっと 新核生物の私たち人の細胞の中では、このメッセンジャーレンデの細長いですね、こう、まあ、これが、まあ、えっと、昨日言ったように1キロベースぐらいの長さがあるわけですけど、1000円期ぐらいの長さがあるんですが、ふわふわとこう、1本の糸が浮いた状態であるかというと、非常に面白い構造を作ってまして、えー、メッセンジャーレンデというのは、ここ、先端にナラメチルグアノシンという帽子みたいな構造を作って、お尻にポリエーテールという尻尾をつけるんですね。これ、昨日言いました。で、その、 えー、頭である、えーまあ、あのキャップ構造とお尻であるポリエーテールのをこうくるっと巻いてちょうど輪ゴムが閉じるみたいにここで閉じる、まあ、タンパクもありましてこう,こういう構造をつくんですねでそうするとここをぐる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 リボソームが回っていけばまたここで外れて外れたやつが、まあ、またこっちに来ればいいということで、まあ、なんかテーブルで、えー、丸いテーブルに、えーその 自治会総会とかの資料のページを作って、あの、ページごとに置いてってぐるぐる回って、集めて閉じていくみたいな形で、また、あの、外れれば元に戻れるというような形で、どんどん合成ができていくんですね。というような、あの、仕組みがあります。はい。ということで、面白い仕組みがあるんですね。さて、それでは、ちょっとこれはまあえー、除いて、えっと、今日の話の、 まあ、一つのポイントになってきます、えっと、実は非常にあの生物学の昔からのパラドックスというのがあります。鶏が先か卵が先かというパラドックスというのがあります。これはどういうことかというと、まあ、鶏が先か卵が先かというパラドックスというの有名ですあの。鶏がいなかったら卵が生まれないとしかし卵がいなかったら鶏は生まれないどっちが先かよくわからない、えー、という、まあ、パラドックスですね。 でこれが実は DNA、RNA、タンパク質という物質についてありまして DNA が正確な遺伝情報を持っているのでそれをコピーした RNA がこれは、まあ、つなぎ役的に、えーまあ、このスライドでは考えるんですけど情報を写取ってタンパクのアミノ酸配列を作るとでそうすると情報がなければ正確なアミノ酸配列のタンパクはできないとじゃあ DNA という複雑な分子はどうやってできるかというと DNA 合成酵素という 酵素がないとタンパクががなないいと DNA でできないんですね。酵素がないと、酵素活性で DNA みたいな複雑な分子が合成できないし DNA がなければタンパクはあの正確なタンパクはできないということでどっちか先にかわからないというパラドックスがあったんですところがこれに対して実はいろいろな証拠から どうも RNA が両方できるんじゃないかということがわかった。DNA が情報を持って情報を持つことに長けてますよね。正確に二重らせんに ATGC の並びを持つと。で、タンパクは複雑な立体構造をとって、あの、様々な働きをできると。で、RNA は実は一本差だけどきちんとここに AUGC の情報が載るんですね。と同時に、さっき、あの、ここの、えっと、 トランスファーレン、まあトランスファーレン自身が酵素ではないんですけど、ちょっとこの形見てください。こういうふうにステムループ構造なんか作って、自由に結構形を作れるんですね。で、で、でそれで形を作れるということと、あとで説明する、まあ、酵素活性もありまして、酵素としても働くことができる。そうすると、今、生命の起源、生命の最初の出発点は、これが主役だったんじゃないかと、RNA。 RNA が自ら情報を持ちながらみずからもあの、まあ、切断したり合成できたりあの結合したりする酵素活性を持っているので RNA が先行した世界が生命の始まりにあってだんだんと,、えー、と情報は DNA のが安定しているとで酵素活性立体構造はタンパク質の方が、えーまあ、こっちの方があのさらに複雑なものを作れると,ということで これが最初、えー、と RNA だけでやってきた世界をこっちの DNA とタンパクに移管していったと。で、今はつなぎ役に徹したという説があるんですね。つまり、セントラルドグマでは RNA はつなぎ役だったんですが、えー、その後の認識で RNA が主役の世界があったという 話になってきてきおりますで、これが実はウイルス RNA の話にもつながってくるんですね。さて、それでさっきちらりと言いかけた RNA が酵素活性を持っているという話をしたいと思うんですが、これ DNA と RNA の構造です。で、DNA はここにデオキシリボースがあるんですが、この水酸基は上のリン酸と結合します。上のリン酸と結合しますね。で、水酸基の部分がなくなると。 で、この水産基、下の産基や酸ダッシュ側も、これも上のリン酸と結合します。デオキシリボースという糖で。で、ここの水産基は塩基と結合するんですね。ATGC と。で、まあ、ATGC と結合します。で、そうすると水産基が残らない。一箇所も残らない。で、なおかつ二重らせんで、きれいに折りたたまる形にしてますので、情報を丁寧に保存し続ける。で、コピーするにはいいけど、 それ以上の反応性を持たない。ところが同じ RNA。RNA はここに、確かに、えっと、塩基と結合する水酸基がある。で、ここに上のリン酸と結合する水酸基がある。で、ここに下のリン酸と結合する水酸基があるに加えて、ここにまだ水酸基が残ってるんですね。で、水酸基というのは、あの、OH というのは他の物質と反応しやすいんですね。で、ここに反応性が残ってるんです。ということで、RNA は比較的、 反応性を残しているそして一本差だからこれまあさっき、えー、とトランスファーレンズで書きましたけど、えー、こういうふうに一本差が折りたたまれてさまざまな形を作ることができるでこれがまるでタンパクタンパクには及ばないけどタンパクのような酵素活性を持つことができるというのがまあ分子的にも RNA ワールド仮説を支持している形になっているということですねということで RNA が脇役 つなぎ役ではなくて、実は生命の起源においては主役だったんじゃないかという説があるということまで本日説明しまして、また明日はいよいよウイルスなんかにつながってくる、えー、遺伝子の中のこの、これですね、非遺伝子領域の話をしていきたいと思います。ははい、い、えー、本日はごご聴ありがとうございました。